皆さんおはようごござざいいまますすで、えー、今日はですね、えー、お隣の国、台湾について、えー、お話をしたいと思うんですが、というのはですね、えー、ご存じの通り、1月20日、えー、バイデン、えー、正式にバイデンさんがアメリカの大統領になりまして、えー、トランプ、うん。 え前大統領は退任ということになったわけですが、このトランプ政権の末期ですね、特にえ10月からあ12月ですね、去年ですけれども、1920年のまあ末期、それからあまあ1月に入ってからも、 そうなんですが、えー、いわゆるトランプ政権のですね台湾に対するこの態度というのがかなり変わってきまして、えー、ご存じの通り、日本もアメリカも1つの中国という基本政策を取っているわけであります。というのはですね、えー。 1979年、えー、ですね、えー、アメリカと中国、まあ、正式には中華人民共和国、えー、なんですが、との間で、えー、国交が回復されましてで、その時の基本合意ですね、に一つの中国という基本方針、これを承認しているわけなんですね。ということは、あ当時まではですね、 えーまあ、俗に言う、われわれ台湾、台湾と言ってますが、正式には中華民国というわけですね、えー、中華民国はもちろん独立国で、えー、第二次大戦の後国連ができまして、えー、その常任理事国、まあ、5か国あるわけですが、その中の一員だったわけですね、えーまあ、常任理事国といえばアメリカ、イギリス、フランス。 えーまあ、当時はソ連ですけども、その後ロシアですね、それから中華民国、中国というふうに5カ国が常任理事国だったわけですが、一、まあ、つの中国という基本原則というものがアメリカによって承認されたためにですね、えー、中華民国は <laughs>、 常任理事国から外れて、えー、中華人民共和国、まあ、中共とも呼ばれますが,があ、常任理事国に入ったという、こういうですね国際的なあこの地位関係、ポジションですね、えー、があ、この今戦後、戦後のポジションの変化があるわけですね。したがって えー、一つの中国ですから、この、国交が、基本的には国交がないということになるわけですね。ですから、まあ、日本なんかはですね、えー、日本、まあ、東京にあるんですが、台北、えー、中日経済文化あ代表部っていうのがありましてね、えー、これが、まあ、事実上、 台湾の大使館ととといいうう働きをしてるわけですねということは台湾に行くのにビザが要りますから、えー、ここへ行って、えー、ビザを発行してもらうとか、経済関係、その他もろもろですね、えーまああ、通常の大使館が行っていると、同じ業務をですね、えー、行っているわけですが、名前はですね、えー、大使館になっていないというのはですね、 えー、表向きは日本も一つの中国ということを認めているためなんですよ。まあ、ある意味ではママ子扱いみたいな形なんですが、実際やってることはです、ね、台湾の主権を認め、そして台湾にもです、ね、ちゃんと選挙によって総督が選ばれ、えーまあ、あ去年、今年だな、今年の1月に総,総督選挙がありまして、 えーまあ、今までのですね民進党出身の蔡英文さんという、ツワイ・イン・ウェンと中国語で言うとそうなるわけですが、それとですね国民党の韓国有ですかね、ハン・グオウユ。 ですね、合意ね。言うっていうんですかね、発言は難しいんですが、えー、国民党のーとの間の争いになったわけですね、国民党は中国寄りなんですね、えー、ですから、まあ、中国とこの合体しようという、こういうその、まあ、主張がありまして、えー、蔡さんの方はですね、えー、いわゆる独立台湾ということで、台湾の主権を守るという、こういう立場で、 で中国はずいぶん国民党を支援したんですが、大変な大差で、えー、この民進党、蔡英文さんがですね、えー、また引き続き総督になったという、こういう気きさつがあるわけですね。で、アメリカなんですけども、このところですね、しきりと台湾の支援をこの進めてまして、特に、えー、台湾のいわゆる武装ですね、 えー、いわゆる魚雷だとか、ですねそれから対区ミサイルですね、まあ、中国から、えー、ミサイル攻撃をされた場合、追撃する迎撃ミサイルシステムとかですね、えー、しきりにこの軍事支援をしているわけですね、で1つの中国ですから、表向きは外交関係がない。 えー、国交回復されてないわけですからあ普通ですねアメリカの、まあ、ビジネスマンが行ったり来たりするのはいいんですが。 えーまあ、日本でいう大臣クラスですね、が台湾を正式に訪問するということはあ,、まあ、あってはならないと、まあ、中国から言わせれば、ですね主権、えー、<laughs> を認めてないわけですから、そこに主権国のですね、えー、代表が行くというのは、まあ、おかしいということになるんですが、えー、トランプ政権の後半になりまして、しきりにこの。<laughs> えー、交換が行くわけです、ねえー、例えばですね、えー、話題になったのは、あ厚生大臣、えー、がいるんですけども、これが訪問すると、その後はですね、まあ日本でいう外務省関係、国務省のですね、えー、国務次官法クラスの人があこの台湾を訪問するとういうようなことで、ですね、えー、なんか、 復興が回復されたかのごときですね、えー。この動きがあるわけなんです。そこへ持ってきてですね、えー、トム・ティファニーさんっていう結構有名なあそのアメリカ議会の議員さんがいるんですが、えー、この人がですね、えー、この <laughs> 議会に、えー、提案をしましてね、えー、もうこれ台湾をまあこう,こういう表向きは一つの中国だと言っても実際にはですね、軍事支援してるし。 えー、貿易もしてるし、もう実際にはもう独立国として扱ってるではないかと、だったら、まあいわばこそこそしないで、もう堂々とですね、えー、台湾を独立国として認めるべきだという法案を提出するに至って、ですね <laughs> いよいよこの中国の方はおかん無理というか、それではですね、えー、その話が違うではないかと。<laughs> えー、79年以来、ですね一つの中国ということを、まあ、アメリカも守り、中国もそれに対して、アメリカに対してですね、まあ、ある意味ではあ、まあ、あきちっと秩序を守ってきたということなんですね、こんなことなら、ですね、えー、もうその今まで貿易関係、その他、いろいろアメリカと交渉してることも、もうやる意味がないと。 いうことを言い出しまして、今度はアメリカの方もですね今度は中国がアメリカがいろいろこの出している条件、貿易関係、これに従わないなら、ですねもう表向き台湾を承認するぞというまあ脅しをかけるという、こういうことがですね、 今起こっているわけなんですよでそこでバイデン政権になったわけですが、ではバイデン政権は、えー、オバマ政権と同じだから、台湾と戦略的パートナーシップという形でいくのかと。 いうことになると、表向きは確かにそうなんですが、えー、バイデンさんのお所信表明の中に、ですね中国は一つということをうたってないんですね、歴代の大統領は必ず一つの中国、外交政策の一環として一つの中国という言葉を入れたんですが、バイデンさんは入れてないと、おしかしながらあ、トランプ大統領のような喧嘩腰越しではなくて、話し合いのですね、 えー、従来進めていたあ戦略的パートナーシップで行こうではないかと、一方では言ってるんですね、えー、ところが一方では、あ人道主義とか、あそれからあ、まあ、香港での,その、まあ、中国の威圧的なあ投資方法とか、いろんなことを挙げて、ですね、えー、反対もしているということなんですね。えー、だから まあ、台湾に対するアメリカの政策、トランプは北風と、そしてバイデンは太陽ということになるんですが、太陽には裏があるということを、ですね、えー、皆様方に申し上げておきたいなと思っております。